ロモーベルレスパースがやっていきたいと思います。はい、ハンザアスレデース高校でサイドハーフ作っていきたいと思います。デッキの方は立川、あっちゃん、桜庭で、アルカード、栗林、メッシ、この6人でいこうかなと思っております。今日はね、バッチ、明鏡止水持ち込んでしっかりと技術稼いでいこうかなと思っております。で、今日は天才の入部届持ち込んでね、いいサクセスやっていきたいと思います。で、昨日ね、一応アスレデース高校の、攻略動画出させていただきました。まあ、それに順次で今日は進めていこうかなと思っております。まず初めの2ターンは監督を踏んでいきたいと思います。監督をしっかりと踏んでいきましょう。で、ここで評価を上げてしっかりとね、両利きを獲得すると。それが、まあ、初め。まあ、その動きです。はい。まずは監督を踏んでいく。あっちゃんより監督です。はい、監督を踏みましょう。はい、そして、この後は、まあ、しっかりと、練習を見極めつつ、体力を回復させつつ、監督を踏む。はい、ディフェンス行きましょう。ディフェンス行きます。で、あと9、8って2ターンなので、ここでメンタル行きましょう。メンタル2回行きます。メンタルに監督来てくれてると嬉しいなという感じですね。で、まあ一応天才なんで、振っときますね。ちょっと待って、ディフェンスとこ。待って。スタミナも振りたいな。はい。これで、ディフェンス振りすぎだ。ちょっと待ってね。まあ、こんなもんで行きましょうか。こんなもんで行きます。はい、では、ここからメンタル2連チャンで踏みます。スケートボード。で、栗林が進んでいきます。はい、OK です。で、そろそろ天才が来てしまうのだが、はい。そうだね。はい、これでいきまーす。で、もう一丁メンタルいきますね。はい、ロード。で、こっから、しっかりと、種火を4種類集めていきたいと思います。で、まずは、桜葉アルカードかな。桜葉アルカードいきましょう。はい。桜葉ね、アルカードの方か。青色いただきました。青色いただいております。はい、そして次は、アルカードはダメ。で、これはオフェンスでいいかもな。立川、あっちゃんいいかもな。これあっちゃんいいかもしんないけど、あっちゃん行こう。体力回復も欲しいし、これちょっとあっちゃん踏んでおきます。本当はね、さっき違うもんから行った方がいいんですけど、まあ、虹。今回はちょっと体力回復も含めて、もらっておきます。虹いいですね。で、立川。ヘビーな特訓。で、下半身の安定感。で、ちょっと能力振っておきますね。能力振り出しておきましょう。で、ちょいちょいっと振っておくのだが、スタミナ振って、そうですね。まあこんなもんでいきましょうか。こんなもんでいきます。はい。いきましょう。で、ここで桜庭か。ここで桜庭を踏みたい。ここで桜庭を踏んどく。まあ立川でもいい。立川でもいいが、まあ次テクニックね、来やすいと思います。まあテクニックの得意レジ頻度が多いと思うので、これ立川を踏んじゃうと次テクニックに柔道行っちゃうでしょ。柔道行っちゃうと、そこを踏めないので、ここはもう先に桜庭で緑行ってきます。で、この後来てくれると思う。テクニックに栗林、メッシがどちらかが来てくれると思うんで、頻度が高いんでね。頻度が高いので、そいつらを呼びたい。あ、来なかった。マジか。あー、そう来た。そう来たか。そう来たか。残念なことだな。で、これはね、メッシか栗林か、あっちゃん。立川でもいいけど、これ一番確実性なのは栗林なんで、栗林しておきます。はい。栗林で OK ですね。というところで、ちょっと能力振っておきますね。はい。能力振っておきましょう。はい。いきまーす。はい。栗林 OK。いいよ。で、栗林のイベント進んでいきます。OK です。精神。で、これで4つ溜まりましたね。で、体力回復。ちょっと天才2ターンぐらい待ってくれ。このターンで結構経験点稼げるので、このターンで使いたいなという気持ちはある。天才待ってくれた方がありがたい。はい、ではこれ、絆コマンドいきたいと思います。さあ、この場合は、昨日も説明しましたが、パワー以外、まあ、スピードタイプ、バランスタイプ、テクニックタイプがありますので、スピードタイプ、バランスタイプ、テクニックタイプの15種類のうちから1個選ばれます。さあ、何が取る？さあ何のやつが来ますか。ライカー小国、まあ筋力は稼げないが、まあ敏捷ですね。陸上競技かなんかな。
あ、スポーツクライミングか。スポーツクライミングもらいました。あー、こう来たらちょっと敏捷振れないんだよな。筋力ないから振れないんだよな。あー、もったいない。せっかくね、せっかく天才が起こる前に来たのに、もったいないことしてしまいました。まあいいや。これはオフェンスきます。オフェンスは次ね、ここに行っちゃうので踏めなくなるんですよ。なので、まあその辺から、オフェンスから踏むと結構この自分の陣地、現在の練習のところが結構ね、空いた状態になりますので、まあオフェンスから踏むと、まあ結構やりやすいと思う。うん、はい、で、これパスタもらっておきますね。で、あっちゃんが、これでもう評価上がったんで、次告白です。次踏めば告白。で、これはね、さすがにドリブラーのコツもらっておきましょう。はい。で、ここで天才ですね。はい、天才。センス丸は来ますか？来ませんでした。まあいいです。それはまあまあまあ、しょうがない。それはしょうがない。はい、そして、桜庭アルカード立川。あ、ここいいね。ここいいね。栗林、メッシ以外が来てますので、ここいいね。で、金メダルは基本的に踏まない。金メダルは、まあ何もなければ踏まない。まあその理由は、まあ、金メダルはね、うん。シャッフルした時、ここに来やすいんですよ。なので、来やすいので、まあ、違うものを踏んどいて、うん。それ以外を終わらせていくっていうの方がいいと思います。はい。何来る？オッケー、立川ね。アルカードは来てほしくなかった。オッケーオッケー。アルカードはね、今もう敏捷稼げる方の金メダル1個獲得できましたんで、うん。大丈夫です。そして告白来てくれましたね。あっちゃん、ナイス。体力回復ナイスです。ここでの体力回復はナイスタイミングですね。はい。2065、セク1。セク1はまあ、ぼちぼちいい流れ来てると思う。うん。いろんな練習踏めてるしね。いろんな競技を踏めてます。そして来ました、これ。あ、やべえ。立川か。立川か。立川これ来ちゃったんだよな。どうするか。これ立川捨てようか。いや、これは捨てます。立川のこの、クライミング捨てます。いいです。で、これオフェンス行きます。オフェンス行けば、栗林、桜庭、あっちゃん、どれでもいい。どれでもいい状態になりますので、これはオフェンス行っておきます。どちらかといえば、桜庭とか欲しいかなっていう感じはしますが、オフェンス行っておきましょう。はい。スパイラルアタックね、ちょっともったいないが、まあいいです、それは。しょうがない。で、誰が来る？で、あっちゃんが来ました。あっちゃんが来ましたね。はい。はい、いいでしょう。でもって、ここをこうなると筋力もらえちゃうんですね。筋力もらえる。まあ、筋力でもいいがって感じですね。筋力でもいいが、うん。まあ、とりあえず上げるだけ上げときますね。はい、では、ここで、うん、違う、ここは絶対踏まない。桜庭行くのはありだね。うん、テクはね、後々技術は結構稼げるムーブになると思ってますので、ここはもう桜庭行っておきます。なので、ラグビーね。で、桜庭の金卓進んでいきます。オフェンス上げてねえんだよな。オフェンス上げてねえんだよな。はい、ここは、パワータイプか、バランスタイプ。どちらかの練習。だから筋力精神の重視された練習が来ます。10分の1です。10分の1ですので、まあ、これは来ない。来ない。来てほしいな。バレーボール、アーチェリー、野球。まあ、その辺が来てほしい。あ、柔道。まあ、精神系が来たらいい。今もう、パワー系のやつはもうほとんど踏んじゃってるので、精神系が来てくれたら、まだ踏んでない競技に金メダルが来てくれると思います。パワー系はね、終わっちゃってるんですね。で、竜宮小国。はい、精神系ですね。ありがとうございます。で、これは、柔道、OK。金メダルついてないとこだよね、確かね。あ、何もついてないとこ。OK、OK、いいよ。こういう感じに、うん、金メダルは来やすくなるよね。うん、ありがたい。今のうちは来てます、しっかりと。で、たまに来なくなるときあるんで、それがちょっと怖いんですよね。で、あっちゃん踏みたいが、これは桜、あ、待ってよ。精神行ったから、桜はそんなに踏みたくねえんだよな。うん。あー、これはいい。柔道であっちゃん踏んじゃいます。これはもう、いや、待ってよ。どうする？桜は行く？栗林行く？いや、桜庭行っとこう。いや、これは桜庭行っとく。いいよ。ランダムで精神来たらもうしょうがない。さすがにまだそんなに厳選できないんで。まあ、精神はまだ金メダルもらえてないやつが結構多いから、まあまあまあ。まあでも野球踏んじゃったしな。桜庭、どうする？これ、筋力系欲しいので、これはもう潰しちゃいます。スポーツクライミング潰しちゃいましょう。いい。で、これで、立川行って、次のターンね。栗林ここに来てほしい。栗林がオフェンスに来てほしいですね。はい。立川行きます。スポーツクライミング潰しちゃいます。これは仕方ないね。こういう場合は踏んでいく。もう、関係なく踏んでいきます。
はい、で桜庭ね、これ突破力のこともらってきますね。はい、そして来なかった、狙いが来なかった。うん、あれ、あ、そうか、栗林がまだタック呼べないのか。来たけど呼べなかった、残念。でこれはアルカード行こう。アルカード、アルカード踏んじゃってますが、もう、うん、青色はいらないけど、まあいいです。全部の色集めるためにアルカード行きましょう。はい、ではアルカード行きまーす。はい、この後メッシか、栗林、メッシか栗林を踏んでいきたい。技術くれ。でメッシか、あー、いなかったか。テクニックに来てほしいなと思ったんだがな。これはあ、いいですね。もう柔道も潰しちゃいましょう。柔道潰しちゃいます。でメッシ、メッシがいいな。ここはあっちゃんじゃねえんだよな。ここはあっちゃんじゃない。ここはあっちゃんじゃねえぞ。メッシだぞ。でオフェンスも上げ始めます。まあ桜庭ね、できればゴーラゾハイもらいたいのでちょっと上がきます。はい、では行きましょう。メッシがいい、メッシ来い、メッシ。あーあっちゃんか。じゃあこれ黄色タイプないな。じゃあこれパワータイプが来てほしいですね。15分の1。うん、ちょっと黄色が踏めてない。まあ後回しでいいやと思ったら黄色が全く踏めてない。ちょっと辛いとこだな。でここで14個を一応練習踏めてるのは熱いかなと。まあ、これいっちゃってもいいけどね。まあ次これ来てほしいな。でここで、青赤で残りがね、バスケ、これ来る可能性ある。バスケ、アーチェリー、バドミントンは来る可能性ない。射撃もない。でバレーボールある、卓球ある。うん、さあ何が来る。さあ金メダルは来ますが何が来てくれますか。パワータイプがいい。もう、あ、フーリオ小国ってなんだっけ。あー、また敏、うわ、きついな。敏捷の100のやつが2個来ちゃった。陸上競技か。陸上競技はちょっとはまんねえんだわな。これ今回スピードなんでね、バッチ、上限バッチ持ってきてたらまあそれでよかった。でも今回も持ってきてねえんだわ。持ってきてないよ。はい、そしてこれはね、うん、言っときます。精神稼いでおきましょう。いいよ。まあ、この辺も行きたいが、アルカードも行きたい。アルカードはちょっともう踏みたくないか。アルカードはちょっともう踏みたくねえな。もう顔も見たくないレベルできつい。もう敏捷がきつすぎる。なのでもうアルカードはできるだけもう極力踏まない。はい、ではこれ、立川行きたいと思います。立川、立川来い。桜庭じゃなく立川、立川が来てほしい。はい、オッケー、筋トレね。ナイス。赤です。赤タイプ、パワータイプです。オッケーオッケー、これはナイスだ。でもってテクニックあるか。あ、いや、これはいかない。これごめんなさい、これはいかないっす。いけないっす。いっちゃうと結構後がしんどい、後がしんどいので、これはメンタルいきます。うん、これいっちゃうとね、立川いるし、アルカードも踏みたくないんですよ。もう敏捷の100、この陸上競技とスポーツクライミングがむちゃくちゃ敏捷稼げるやつなんですよね。なのでちょっとバランスが悪くなるので、これは絶対テクニック踏んじゃダメです。でこれでメンタルいきます。あっちゃん、あっちゃんがいいな。ここはあっちゃんがいいな。メッシでもいいけど、あ、メッシね。オッケーオッケー。で黄色が来たので、あとあっちゃんで攻めていきたい。あっちゃんで攻めて黄色をもらいたいんだよな今回は確実に。うん、ちょっとテクニックが来てないので、なあ、アルカード、あ、これはね、あっちゃんいきます。いいです。これはもう確実にあっちゃんで踏んでいこう。踏んでいくしかねえわ。でテクニック上げよう。テクニック上げます。はい、でスピードはもうね上げきれますね。はい、はい、ではこれでオフェンスいきます。怪我するな。これはねドリンク飲んでらんないんですよ。さすがにこのドリンク160余ってますが、後で使いたいんで、ここはあっちゃん。オッケー、ナイス。で怪我しなかった。で2次ゲットでラッパ、オッケー、いいね。でもう一丁あっちゃん踏みたい感じはする。で爆発力のこともらいます。はい、もう一丁あっちゃん踏みたいがどうでしょう。この場合ね、黄色と赤どちらか、パワータイプがテクニックタイプ来てほしいので、ここはあっちゃんでいきたい。運に任せられる、確実に選んでいきたいので。あー、ここにねでかいのが来てくれたらよかったんだけどね。いや、ここしかいねえのか、ここしかいねえのか。ここ踏んだ場合、ま、こいつとこいつの場合は一応アルカードと桜庭当たりか。一回これテクニックいきます。じゃあアルカードか桜庭、アルカードか桜庭でお願いします。アルカードか桜庭で、アルカードか桜庭いこう。メッシ、栗林だとかぶっちゃう。はい、ではテクニックいきます。金メダルが厳しくなるので、これアルカードか桜庭、アルカードか桜庭。はい、桜庭 OK、 いいですね。でこれは一人でウェイ、いいでしょう。
で、これで4色一応揃えました。なので精神は来るな。あ、メッシュ終わっちゃった。やべ、ドリブルキングはもらえた。ラッキー、いいですね。ナイスです。タイミング的には体力回復ちょうどいいタイミングで金徳発動してくれましたね。ナイスタイミング。七夕でしっかりと回復しておきましょう。はい、健康に過ごしたい。はい、ナイス、いいよ。でもってでもってここでもうオフェンスを上げていこう。桜庭がもう走ってますのでオフェンスをしっかりと上げていく。で、ここで技術、技術か筋力、せめて筋力、まあこれはテクがいい、技術をねバンバン稼ぎたいんで、できればそうだね、何が、バドミントンが来てほしいかな。バドミントン、でもバドミントンはねちょっと敏捷寄りなんだよな。まあいい。はい、ではバドミントン第1希望で何が来る。キッシド小国、あ、これ筋力じゃなかったっけ。あ、技術だ、技術だ、オッケーオッケー、技術。スケートボード、まあ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 いいでしょう。で、栗林動いていく。で、この後立川をしっかりと踏みたいんですよね。立川、栗林を踏みたい。あ、これはもう、いやー、これちょっと監督の評価はちょっと止まってますね。まあいいや、これ栗林行きたいと思います。栗林、ちょうど卓球でね踏んでないものが来ていますんで、これはしっかりと栗林踏んでいきましょう。パスタンで技術ね、はい、 OK です、いいですね。で、栗林進まないなと思ったらこっちで進んじゃったよ。じゃあしっかりとテクニック上げないといけないですね。テクニック上げないといけないが、これはね先にテクニックはねもうパワーに、オフェンスに使います。桜庭の方に、注視したいと思います。はい、で、でかいのが来てますけど微妙だな。立川がいいな、これ立川がいいです。立川がいい。アルカードはマジでいらない。アルカードは来るな。でもね、イベント終わってるの、立川イベント終わってんすよ。なのでアルカード来やすいんですよね。で、今回多分もう精神がね余る方向に走ってますね。余る方向に走っちゃってますんで、もう使っていく。スタミナも100だな。はい、ではこれでいきたいと思います。テクニック、フルドライブじゃねえや、スパイラルタックいきます。で、これでスパイラル2回目ね。もうちょっと、お、立川終わってなかった。オッケーオッケー、これはありがたい、これはありがたいぞ。赤だぞ。で、アルカードいいよ、終わっていく。で、これはおかしい、いや、すごい、素早い。はい、これでいいよ、これでいいです。で、アルカードもステルスくれよ、頼むぞ。でもって上げときましょうか、上げときましょう。はい、で、残り青と緑、これ青と緑、これはね、いや、これ敏捷なんだよな。いや、これはもうあっちゃんにかけます。あっちゃん来てほしい。で、最悪栗林来たらもうしょうがないって感じでいきましょう。こっちはね、桜庭来てもね正直精神そんなにいらないんですよ。なので、これはあっちゃん、あっちゃんがいい、あっちゃんがいい、あっちゃん、あっちゃん来い、あっちゃん。スパイラルアタック3回目。お、ラブパ発動するんで、栗林終わっちゃったよ、ラストパス。あ、これはもう仕方ないね、失敗。失敗です。黄色はもう仕方ない。で、立川が終わっていく。で、次は正直もう何色でもいいね。あ、フルドライブ起こしていこうか。うわー、マジ敏捷稼げるね、敏捷稼げる。フルドライブじゃない、これ終わらせていきたいところですが、あっちゃんでもいいな。もう最悪あっちゃんでもいい感じはする。あっちゃん行こっか、これはあっちゃん行こう、あっちゃん行っちゃうよ。ここでドリンク飲むのもあれだし、まあでもスパイラルタックね、踏みたいっちゃ踏みたいけども、いや、あっちゃん行きます。はい、あっちゃん行きます。で、ラブパで回復もした。で、ここでデートもあと1回、 OK ね。今回あっちゃんしっかりと踏めてますね。デート完走しそうです。はい、で、ここで、桜庭が終わっていく。で、ドライブシュートくれよ。まあ、しっかりとね、101までオフェンス上げました。なので、成功してくれると思いたい。え、ドライブシュートは成功したけど、いや、ゴーラーズハイ来なかった。残念。で、これはね、踏んどきましょう。踏んどきます。いいです。スパイラルタックはね、しっかりと踏んでおきたいんで、踏んでおきたいと思います。で、ここ踏んで、メンタル2回行くのはありかもしれない。メンタル2回行こっか。無理やりちょっと踏んでいくのはありかね。はい、立川行きます。スパイラルタックで、アルカードが終わっていきます。はい、オッケー。でもって、ここでスピード、スピードがもう終わっちゃったね。はい、いいです。ここはもうメンタル踏みます。メンタル踏みましょう。いいよ、これはもう踏んでいく。終わらせていきたい、これは終わらせていきたい。終わらせておく、精密機械もらいたいんでね。はい、オッケー。まあ、スパイラルタック、あ、来てる、スパイラルタック来てるな。これオフェンス踏んじゃいましょう。いや、敏捷いらねえな、敏捷マジでいらねえ。敏捷型になることは分かってましたが、ちょっと辛いですね。ち
ょっと辛いな。はい、スパイラルタックいきまーす。スパイラルタックこれ4回目かな ?5 回目、OK。まあまあまあ悪くない。で、ここで、マリエンスポーツにしても、これもう一回メンタル踏むのあり。え、どうしよう。あ、これは踏もうか。これスパイラルタック踏んで、次テクニック踏む。それでいこう。いやー、今さっき貝殻拾いじゃなくて、貝殻拾いすればよかったな。ミスったな。いや、ここでメンタル踏むと思ってたから、スポーツにしたけど、違ったな。重戦車は潰しとこう。で、ドライブシュート。うん、この辺は取っときます。もうすでに取っときます。はい、では、行きたいと思います。オフェンス。いや、一回ちょっとドリンクを回復しとこう。ちょっとね、回せてないけど、うん、スパイラルは行ってる。いいよ、スパイラルは行ってる。で、ここでテク行きますね。うん、そうだね。さすがにバレーボールまでは待てないんで。はい、テク行きまーす。はい。で、ここで回していこう。いや、金メダル欲しいな。ステルス入りました。OK。金メダル欲しいなーって感じですが、さあ、来ないかな。ワンチャン来ないかな。あ、来ないとこれやばいのか。来た。来てないか。銀ですね。しょうがねえ。いや、これ、あれか、ちょっと踏みすぎたか。一旦足らないかもしんない。え、マジックパスが取れないかもしんない。マジックパス、超ラッキーボーイ、両方取れないかもしんない。それちょっと辛い。で、これメンタル来てくれた。のありがたい。で、ごめんなさい。技術溢れてるね。はい、そして、ここはね、もう終わらせていくか。終わらせていこっか。これメンタルいっときます。はい、栗林行きましょう。いいよ。栗林終わらせていく。いいですね。終わっていく。はい、精密機械ゲット。で、ここから、金メダルを踏んでいきたいのだが、どうするかというところですが、金メダルは近くにないんだ。近くにないから、もう、バンバン終わらせて、ささっと終わらしていこう。で、これ立ち替えときます。はい、立ち替えいきまーす。あったね。うん。筋力も欲しい。まだまだ筋力欲しい。はい。で、そして、あっちゃん行きたいところ、この2色で行きたいから、あっちゃん行きたいが、あっちゃんいない。じゃあこれ、アルカード行きまーす。いやー、一旦足らなかったの。11月1周に目標あったんだけどなー。残念ですね。足らなかったか。で、ここであっちゃん。行きたいが、まあ最終、まあ桜場でいいや。桜場行っときます。はい。いや、一旦足らなかったなぁ。超ラッキーボーイすらもらえないのかな、これ。厳しいね。はい、ここで足らなかった。で、もう足らなかったんで、これはもう行ってしまおう。しっかりとスパイラルタックを今回起こしていかないとまずいので、まあスパイラルタック来るなら、呼んじゃおう。まあ、精神余りますけどね。金徳の方が大事。はい。取っておく。はい、こんなもんでいきましょう。はい、こんなもんで、いきまーす。スパイラルタック、いいですね。で、次も続いて、まあ、テクニックにスパイラルタックが来てくれると嬉しいが来なかった。じゃあもうこれはもう呼んでいきます。さあ、金メダル集まってくれ。金メダル集めて、あと3回行かないといけないよ。あと3回フルドライブ行かないといけない。行きましょう。はい。で、ロエン小国。これ、技術だな。OK。技術はありがたいけど、筋力のやつが1個も来なかったな。それがちょっと辛いんだよな。いやー、足らねえな。で、ここ行きます。はい。あ、また技術溢れた。ごめんなさい。あれ?ちょっと調整が足りてないな。調整してるつもりなんだな。はい。ドリブルキング。わー、もう潰しとこか。はい。で、ここで、待ってよ。全然、うわぁ、金メダル終わった。くさいな。頼むぞ。これメッシ行って、次、立川フィジカルに来てくんね。それから立川メンタルに来てほしい。これ、8回目だっけ?8回目ね、あと2回起こさないといけない。立川フィジカルかメンタル。来た。OK、ナイス。いいね、メンタル来た。まあ、一応これでもね、いいんで。うん、OK です。で、次、テクニックに集まってほしいですね。テクニックに誰かタック来てくれれば、一応、金徳リンクマンはゲットです。いや、頼むぞ。ここだぞ。ここは結構大事だぞ。
大事な時期に差し掛かっております。で、闘争心ね、はい、キャプテンシー、はい、これでいきます。精神が稼ぎまくりだな。今回違うんだよな、そうじゃねえんだよな。はい、立ち返りまーす。はい、オッケー、スパイラルタックで、彼女も行かないといけないので、彼女もしっかりと行きたい。デートあと1回行かないといけないからね、どっかで踏みたい。はい、両利きね、両利きはゲットで、サクッとピンちゃん行きまーす。行きましょう行きましょう行きましょう、両利き取ります。はい、行きまーす。はい、終わりました。ちょっと残念ながら得点には絡めませんでした。活躍はしてたんですけどね。はい、157、まあまあ悪い感じではない。で、これでスパイラルタック終わりですね。オッケーオッケー、来てくれました。本当は彼女行きたいところですが、ここはもう栗林行ってしまいます。はい、栗林行きましょう。で、あとあっちゃんデート1回で金メダルに昇格しましたね。オッケー。で、あっちゃん次練習に来てくれると嬉しいな。練習に来てくれるとそれ踏んじゃいます。あっちゃんここで来てほしい。あっちゃんが来てほしい。あっちゃんが来ないか。あ、どうすっかな。これあ、いや、これはもうオフェンス踏むか。でもワンチャンこれあっちゃん来てくれたら次古代に行けるんですよ。経験点稼げるんですよ。どっちを取るかなんですね。難しいな。メッシが来そうな感じしかしねえんだよな。メッシが来そうな感じしかしねえんだよな。いいです、もうこれは、まあ、リンクマン取ったし、これあっちゃんにかけます。あっちゃんあと1回だもんね。あと1回なんで、ここあっちゃん練習に来てほしい。で、次古代に行こう。あっちゃん来い、あっちゃん来い、あっちゃん来い。ナイス、終わった。で、レジスタまでください。はい、ナイス、くれました。じゃあ次古代行こうか。はい、古代に行きます。古代に行きます。で、ここでオフェンスを、筋力が稼げなかったな。じゃあもうバーはシード目にしときます。うん、筋力が全くもって稼げなかった。それがちょっと辛いなーって感じですね。うん、今回筋力に乗らない。うん、そうなんだな。あるんだよね、結構パワー、あの赤はね、パワータイプは入れてたんですけど、なかなか来てくれなかった。それはちょっと辛いっす。はい、ここで少しでも筋力稼がせてほしいな。はい、蘇我小国、臨床技術。あ、でも金メダル来た。金メダル来ましたね。いやー、来ちゃって。で、ここで残念ながらね、11月一緒に、金メダルが5個6個なかったんで、5個なら、うん、超ラッキーボーイ、6個なら、マジックパスだったんですけど、なかった。うん、俺がね、ちょっと先に違うリンクマンとかを優先させすぎて、そこを踏めなかった。その辺のね、調整もちょっとまだ難しいんですよね。ごめんなさい。俺もね、完全に攻略してるわけじゃないんで、ちょっとうまいこといけなかったですね。はい。では、これで終わらせていきます。はい。では、行きましょう。はい、テイク。いきますね。もうパワーは捨てていく。はい。これはもう、桜庭。よく。で、ムードか、違うな。はい、サクッとピンちゃんいきますね。はい、行きましょう。はい、終わりました。とりあえず2アシストを決めましたね。うん、これは満点です。これは満点いただきました。はい、237、OK です。で、ここで、まあ、最後、テック、オフェンス、オフェンス行きましょう。はい、オフェンス行きまーす。はい、やっぱ練習5カップの、あれ強いんだな。オフェンスの方がいいわ。はい。で、ここで、試合経験点を獲得する前に、まあ、振りたいんだよな、ある程度ね。ロングスローで、この辺も取っておきたい。うん、サイドハーフなんでね、意外とこの辺が大事なんですよね。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、ワンゴールは入れれた。ワンシストはちょっと残念ながらできませんですが、結構クロス上げたんで満点取れましたね。 OK です。で、維新連心ゲットです。はい、まあこんな感じでいきました。まあマジックパスね、もうちょっと一旦ちょっと余分に取りすぎた。余分に取ってなければ、そこでまた金属もう一個取れてたんで、まあ皆さんはやるときはそれを守ってください。うん、自分はちょっと先にリンクマンと精密機械追いすぎました。はい、まあこんな感じで一応解説しながら、作らせていただきました。ちょっと振ってまいります。はい、振ってまいりました。結構綺麗には振れましたね。というと、これでどれぐらいいったかな。 USS は超えてないんだろうな。もうちょっと経験点出ないといけないんですけどね。スパイラルアタックはハマってくれませんでした。もっと、あ、いけたか。まあ、さすが天才って感じですね。まあ、天才でもこれぐらい。まあ、スパイラルアタック、まあ、最後の方ちょっと金メダル取れなかった時があったので、まあ、銀に踏んでしまったところはありました。まあ、それでもね、まあ、USS はいけたかな。天才でやっといけた。うん。また上、目指して頑張っていきたいと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。